みつきちゃんのイラスト描いてるな。嬉しいです。楽しみにしてます。ゆうかちゃんから来た。ゆうかちゃん、ゆうかちゃんの10分ぐらいだけ見てたんですけど、エアコンは直っておりません。星田です。私も2端末で見ればいいんですかね。ゆうかちゃんの配信多分喋らない。ゆうかちゃんの配信見ちゃったら直らないっていうか、なんか直せないんですよね。扇風機は今回してるんですけど、なんかちょっとマシになった気がします。はい、今日は虫いなさそうです。あ、サイン会当たったよって、ありがとうございます。なんかどんどん携帯が傾いてるんですけど大丈夫ですかね。本当に、あ、ゆうかちゃんとコラボ配信、ちょっと今度行ってみます。夕飯まだです。お話し会行きます。ありがとうございます。なんだろう、今日ちょっと目がでかいですなんでだろう。手のひらにほくろ入りますね。ここに発光が入ります。はい、ど真ん中にあります。そのどつくほどど真ん中じゃないんですけど、こっちしかないです。親指だけ爪長い。確かに切ります。ライトついた？ライトついてるんですけど、なんか調子が、ライトの足の調子が悪くて今日もきっと悪いです。生命線ってどこですかね。きっと長生きします。多分自己紹介、大阪府出身の高校3年生17歳、大志田美月です。よろしくお願いします。変えないの？なんかちょっと買う暇がなくてあの何話せばいいかわからないみたいな。この前のショールームで、あの私から話しかけて話を振ってほしいよって方がいたら、あのお名前に「あと話して」ってつけてくださったら「お話かけます」って「あの話しかけます」って言ったんですね、この前の時に。だからあの前回のお話し会でその「あと話して」でやってきてくださる方が多くて、あの楽しかったですね、話ですうん、今日の前髪なんか薄い、なんでだろう。そうなんです、ニックネームのなんか「あと話して」みたいな、話しかけてほしいみたいな感じで書いてくださったら、話しかけに行きます。首長い、初めて言われました。テーマは自由。なんか私のその気分によって変えます。お話、話しかける内容はシャッフルです。こんばんは。たまって聞いちゃいそう。なんか薄くしたっていうか、なんか今日はちょっと薄いだけです。なんでだろう、なんでだろう、なんででしょうね。前髪が薄いんですよ。
すいんですよ。え、今私顎を動かさずに喋れました。あ、本当ですか。今日遅いんです。湿気かな。湿気に弱いんですよね、私の髪の毛は。うん、雨のせいです。最近ハマっているもの、なんだろう、ないんだ、なんだろう、最近ハマっているもの、まあでも久しぶりにこの前ジブリとか見ました。ジブリ好きです。なんかその今度愛知県にジブリパークっていうのができるんですけど、もう行きたくて行きたくてしょうがないです。あ、私ジブリはあれを見ます。よくコクリコ坂からをよく見ます。なんかあの雰囲気が好きです。あ、猫の恩返しも好きです。かわいい。ジブリとジブリパーク行ってみたいんです。行きたいです、ジブリパーク。コクリコ坂近いんですか。ジブリ私もジブリパークで働きたいです。あ、トトロとラピュタ、あ、トトロとラピュタも見たい。あと耳を澄ませばも見たいですね。ラピュータ、ラピュータ。あ、ポニョ、あ、ポニョも好きです。この前っていうかなんか、ずっと前になんかロードショーでやってるのを見ました。ジブリのおすすめはコクリコ坂から。クリコ坂、そう、ジブリパークができるので、今一番行きたい県はって言われたら秋田じゃなくて愛知県ですね。間違えちゃった。ナウシカの原作、小学生の時に読んだことあります。秋田県、間違えちゃいました。あ、こんばんは。こんばんは。愛知県行ったことないんですよね。愛知県ないな。あ、嘘、あります、あります。行きました、ちっちゃい頃に。いて、足になった。嘘ついちゃった。あー、うなぎ食べたい、うなぎ食べたいです。私も天沢くんになりたいです。ひつまぶしか、ごめんなさい。ひつまぶし食べたいな。ダメです、やっぱり。怖いよ。びっくりした。びっくりした。もう本当になんでダメですね、もう寿命が。多分顔がマジだった。さあ、どうしたら立つんだろう。あ、ごめんなさい。もうやばい、どうしよう。もう顔がマジでした。ごめんなさい、足が映ってしまって本当に申し訳ないです。
机も蹴っちゃった。ごめんなさい。もうなんかね、立たないんですよこれも。何が悪いんだろう。おお、動かないでくれよ。ごめんなさい。なんか声でっかいんですよね多分。なんか多分ショールームだとなんか冷静になっちゃって声が小さくなるんですけど、立ちました。こんばんは。何の話してたっけ。何の話してたっけ。安定しました。多分また重さに耐えられなくなって、ダメです。あ、ジブリパークの話か。でももうジブリパークの話は終わったので勝手に終わらせちゃった。結構ゲラ、誰から聞いたんだろう。美容の話、私美容本当に何もなんか適当にやってるんですよね全部美容。部活は陸上をしてました。アニメ見ます。アニメ見ます。あ、虹ありがとうございます。モモフラペチーノ飲みたかったんですけど、なんか今日はめんどくさくなっちゃっていかなかったです。小顔になった。本当ですか、ありがとうございます。小顔、美容ね。あゆみんは本当に面白いですね。なんか立ってるだけで面白い、あゆみちゃん。今日は1時間いかないぐらいかなって考えてます。何時に始めたっけなって、8時10分ぐらいに始めたのかな。立ってるだけで面白いです、あゆみ。なんかね、なんだっけな、なんか面白いですよね。なんかあゆみは頑張ろうねが口癖なんですけど、口癖っていうかなんかよく頑張ろうねって言ってくれるし、すごい偉いとか褒めてくれるんですけど、なんかふっとあゆみんの方を見るとポケーって立ってて、なんかそれが面白いです。頑張ろうね、いいねーって。リアジョイの美容番長、わからん、わからんです。秘密聞いたら、ニアジョイの秘密。でもフェスの時はなんかシネマとかあったので、あゆみと一緒にいることが多かったかなって思いますね。そうなんです、あゆみとあゆみだとなんかあれなんですよ、わかんないんですよ、私もわかんないです、あゆみとあゆみの違い。15分経過したって、シネマ、シネマ、そう、私も聞き間違えちゃいます。
ややこしいそうなんですよね。だからなんかリコとかはアイちゃんって呼ぶんですけど、なんかアイちゃんって呼べなくて、なんでだろうあゆみんっていうのに話してます。うーん、森さんと菅波さんお話しさせていただきましたよ。なんだっけな、小木さんからそのなんかチョコをいただいたんですね、お菓子ので。なんか見たらあのメッセージが書いてあって、もったいなくて、ね、まだ開けられてないです。もう墓場まで持ってく勢いです。そう、あゆみんと間違いやすいですね。もったいなくて食べられないです。あ、私は何でもいいです、呼び方次何でも大丈夫です。うん。墓場まで持っていきます。もう多分10日以上経ってますね。1ヶ月は経ったかも。あのお部屋に飾っております。机に。ね、MTK、TKG みたいな。面白い。ばんは、こんばんは。はい、何でも大丈夫です。あの、私って分かるものなら何でも大丈夫です。ありがとうございます。サインを墓場まで。関西弁出ません。うわー、もうやだ、もうやだ、なんかめっちゃ低い声出ました。やばいやばいやばい、もうやばい、立たないよ、立たないよ。あの、私動体視力が半端なくいいので、そうなんです。なんだろう、携帯が重いんですかね。もうホームボタン付きの iPhone とかにすれば、ホームボタン付きの iPhone にすればいいのかな。もうなんかどんどん、もうなんか首しか映らないんじゃないかってくらい落ちてきます。もう首だけ配信とかでいいですか首だけ配信、絶対誰も興味ない首だけ配信、もうここ持っていきます。私ホームボタンの iPhone 好きなんですけど、指紋がね認証されないので使わなかったです。洗濯バサミで挟むんですか。どうやってやるんだろう。首だけ見えるよ、首だけ。おお、首だけ見えるよ。なんか指紋認証されないんですよ、私。なぜか、なんか10回に1回指紋認証されたらいい方みたいな。おお、そう、高級なさのなんかスタンドにあのお金をかけるのが私本当にちょっと抵抗があって、なんでしょうね、なんでだろう。イヤホンもまあ今使ってるイヤホンが壊れたら有線買います。パスタソースは明太子です。
なんかショールームで使うのは分かってるんですけど、なんかリングライトに5000円とかちょっとだけ抵抗が。へえ、テーピングで固定。いや、なんかイヤホン壊れてるんですけど、有線のイヤホンは壊れてて、なんか Bluetooth のイヤホンは壊れてないので、Bluetooth が壊れたらいつか買います、有線は。ちょっと5000円、5000円あったら牛タン食べます。最近何買ったんだろう、最近何買ったんだろう。最近何買ったかな、何買ったっけ。キャンメイクのアイライナーを買いました。そう、アイライナー、なんかキャンメイクの、全然話変わっちゃうんですけど、キャンメイクの CM がいつの間にか変わっててびっくりしました。なんかいつも女の子って本当に楽しいキャンメイク東京なんですけど、なんか変わってたんですよね。なんか本当に幸せみたいな、なんかよちょっと覚えてないですけど、今日初めて見たのでキャンメイクの CM 変わっちゃってました。そう、メイク道具を買うようになって成長しました。女の子って楽しい、女の子って本当に楽しいですこだわりが、なんかもう本当にみんなメイク可愛いので、なんかもう、あ、でも一回なんかいつかの話し会ほぼすっぴんみたいな感じで出ました。もう話し会の衣装が本当になくて、なんかもう同じの着ていいですかって感じです。同じ服着ていいですかって思います。同じで大丈夫ですか、もう同じの着ます別にすっぴん恥ずかしいとは思わないですけど、なんかやっぱりメイクした方があれです、いいですよね。ありのままか、なんかアリスのままって見えましたクーラー入ってないです。クーラー、もう多分今年の夏はクーラーないです私。そう、多分ねないです。そう、メンバーといつも服がないって言ってます。そう、あ、なんかごめんなさい、もうコメントが読めない、わからないよ。一番おしゃれなメンバー、みんな、普段着がね。クーラー壊れちゃって、気をつけてください、皆さんも。ハート100ありがとうございます。私は全然おしゃれじゃないです。扇風機はあるんですけど、エアコンなくても眠れます。ツインテールしばらくやらないですツインテール
黒なしでも頑張ります。今日も健やかです、元気です。はい、髪伸ばしたいですね。でもなんか伸ばしたくな、伸ばすとなんか切りたいし、なんか切ると伸ばしたくなっちゃうので、どうしたらいいんだろう。グッズ、何のグッズですか。得意なスポーツ、走るです。でもこの長さだとあれなんですよね、跳ねちゃうんですよ、下ろしてると。でも手先が不器用なのでヘアアレンジとか全くできないので、競技は苦手です。あー、確かに夏暑いですね。夏は去年はあれにしてました、なんかベリーショートのなんかここがまんふわってなってる、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、外羽ね、外羽ね、ボムが外羽ねでしたね、ボムさん、ボムさん、髪飾り作って、すごーい、すごいです。ありがとうございます。あー、私もご飯食べたいです。はい、終わったら食べます。こんちくわー、こんちくわー。ジャージを気になったらもうジャージしか着ない気がする。本当にお父さんに、どうだろう、顔はお父さんだと思いますね。わ、チキンカツおいしそう。私のお話し会ってどんな感じなんですかね、どんな感じですか。ご飯大事、もうジャージでやりたいぐらいです。あー、お鍋いいなー、お鍋、キムチ鍋食べたいです。断層キムチ鍋食べたいですね。キムチ鍋、豚キムチおいしそう。辛いの好きです。ますます暑くなりそう。確かに、なんか我慢比べみたいな。でもなんか全然暑がりとか寒がりとかそういう感じじゃないので、なんかどこでも順応できます。対応なんて言うんだろう、知らない。知らない。私鍋大好きですね。冬とか毎週お鍋でしたね。あー、海外で生きていけるかな。あー、ごめんなさい、私の定期的になるなんか時計が鳴ってしまいました。あ、炎天下も割と大丈夫です。今日謎の時間になるんですよね。しかもなんか 2,3 年なり続けてるので、しかもなんかずっと前は9時になってたんですけど、あ、21時になってたんですけど、なんか14分も早くなってしまいました。怖い。なんかどんどんずれてるんですよね。
え、なんか止め方が分かんないし、なんかどこに時計があるのかも分かんなくて、なんかこの短い時間で鳴る場所を突き止めるのはちょっと至難の技というか、うん、どこにあるか分かんないんですよね。うん、はい、どこにあるか分かんないんです。時計のやつっていうか、なんか腕時計、なんか陸上の時に使ってたなんかタイムを測る腕時計なので、うん、どこにあったか分かんないんです。うん、そうつけてましたよね、陸部あるあるなんだろう、ラップタイムとか、タイムラップ、ラップタイム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 よく測ってました。時計別に、あー危ない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 、青春の、え、あー頑張ってください、私のリングライド。そう、長距離、そう長距離も大好きです。あと駅伝も好きですね。今日も食パンのダイスです。砲丸投げやったことないですね。お友達がやってました、砲丸投げ。あと棒高跳びやってみたかったですね。あ、ハードルもやってました。あと三段跳びとかやってみたいです。そう、短距離走もやってましたよ。立ち幅跳び、立ち幅跳び、走り幅跳びはやってたんですけど、立ち幅跳びはあの体力測定ぐらいしかやったことないです。はい、ミシャトルラン14回面白い。でもなんか想像つきますね、14回目でもうもう歩み抜ける抜けるって言ってるところがなんか想像できます。うーん、シャトルランやってるあゆみちゃんめっちゃおもろい、めっちゃ面白い。シャトルラン何回だろう。いやでもね、100は行ったことないです。80何回とかだった気がします、気がします。でも10でした、なんかそのなんか10でした、あの点数が、点数が。こんばんは。うん、一番上、女子で100いってる子ってあんまり見たことない、なんかね、見たことない。怖い怖い。私体力測定で 1000m やったことなくて、800とかならやったことあります。あと400とか、うん、腹筋ガチで、腹筋腹筋できないんですよね。いやー、スパイク履くと履かないだったら変わると思います。でもいつもあれがめんどくさいんですよ、なんかその始めたての頃はスパイクが400はもう全部全力でやってました。そのスパイクのピンを土用となんかゴム用に変えるタイプを使ってたんですけど、いつもなんか付け忘れて、あの大会のところでやばいやばいって言って変えてました。あ、ドッジボールはできない人なので、いつも
外野に行ってました。泳げますか？泳げるけどあれができないです。バタフライからできないです。いやー、運動会でも衰えてるので、もう体が多分もうきっと9秒とかきっと9秒とかです。とうわ、スタブロ懐かしい懐かしい懐かしい、なんかもう懐かしいですね。スタブロっていう単語が面白い。クラウチングスタートとか懐かしい。なんだっけな、あれ、うん、分かんなくなっちゃった。スタブロ懐かしい。綱引きもできないです。綱引きもできないです。あ、私も左足前です。左足前で一歩と三分の二離れたところに右足を置いてました。縄跳び、縄跳びもで、縄跳びはできると思います。おー、玉転がしは、お玉転がしやったことないです。そうですね、7秒1、7秒1はでも 50m 走なので普通の運動靴だったと思います。何もなしの。あ、卓球もできないですね。あ、バドミントンしかできないです、ラケットを使うやつ。いやー、あゆみんと二人三脚じわじわくる。うーん、大縄跳び、あの一番端っこじゃなきゃいけます、多分。でもニアジョイは割となんか運動できる行為かもしれないです。あ、バスケもできないです。なんかボール使うと、あの途端に運動音痴になってしまいます。わー、タコありがとうございます。縄跳び入れなくない？いや、なんか小学生の時にその縄跳び大会があったんですけど、なんか先生が本当にガチだったんですよ。だからなんか小1のくせになんか小6を追い越して、あの学校で優勝しました。そう、先生がガチだったんですよ。メンバーにアリスちゃん入って、どうでしょうね、アリスちゃんって。アリスと運動したことないので、あのダンス以外で分かんないですね。アリスに聞いてみてください。そう、こんばんは。バスケで一試合で指2本、やばい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 ですね。月指とか鳴らしたことあるんですけど。学校では何の科目好きだったかな。簿記とか、なんか本当に勉強そんなに好きじゃなかったです。学校の創作ダンスとか、あの全然積極的にやらなかったですうん、簿記好きですね。もしかして今リングライト支えてます。もうなんかリングライト支えてるからか、顎がこう前に出ちゃって。そう、創作ダンスって難しいし、なんかなぜかクラスじゃなくて、なんかその例えばなんか6クラスぐらいあるとしたら、3クラス3クラスにこうシャッフルして分けるので、なんか友達いないともう本当にお地蔵さんのように固まってました。
もうこのリングライトダメです。何か習い事はピアノを6年間と体操3年間と新体操を6年間やってました。本当になんでシャッフルするんだろうですよね。なんでだろう。これがめっちゃ安いリングライトなんですよね多分。そう、体操と新体操は違いますね。バク転はあの高橋舞ちゃんのあれができると思います。舞ちゃんが。そう、ピアノピアノ教室にお絵描きしに行ってたのかなってくらい、あんまピアノ弾いた記憶ないです。あ、ピアノで最後の卒業じゃなくて、なんていうんだ、ピアノの卒業発表会、卒業っていうのかな、なんかわかんない、ピアノのなんかそのわかんない、やめるとき、最後のやめるときにあの国技小座かな、あれを弾きました。オープニングテーマみたいな。そう、お絵描きしてましたね。でもちゃんとなぜか終わらせたんですよ、その教科書とかは。間違えちゃった。ゆうかちゃんが来るんですか。ゆうかちゃんかわいい、ゆうかちゃん大好き。お絵かきしないです。ゆうかぴゅん好きな声優さん、山下大輝さんとか好きですね。あとさくらやねさんとか好きですね。ゆうかぴょん、かわいい、ゆうかちゃんいるかな。いやー、届けゆうかちゃんに。そうですね、ずっとなんか始まった時からかな、ゆうかちゃんとずっと一緒ですね。いるかな、ゆうかちゃんにファンサ。でも私はゆうかちゃんにファンサしてもらう側なので。ちょうど今終わりのやつ絶対いないじゃん今。恥ずかしい。ひろか好きですよ。あいみちゃんがその好きなので、そのたまにお話ししますね。ゆうかちゃん配信終わりました。ゆうかぴょん届け、ゆうかちゃんにラブ、かわいい。なんか地震なのってぐらい揺れてる。ゆうかちゃんかわいい。なんかもう村山優香っていうなんか文字が好き、本当に。なんだろうね、なんか村山優香っていう名前がすごく好きですね。なんか優香ちゃんのなんだろうな、レッスン着がすごい好き。ゆうかちゃん、そうですね、オーディションの配信からそのゆうかちゃんのこと見てました。よいしょよいしょ、なんでこんなに指映っちゃうんだろう。なんだろうね。ゆうかちゃんだ、ゆ
かちゃんとなんかコメントがゆかちゃんに届けって3回ぐらいやりました。ゆかちゃんラブかわいい。なんかね言えてないんですけど、ゆかちゃんの君はスパークルの踊りの僕は生きていけるのところが、いけるのところの振りが癖になって好きです。好き。うん、多分届いたと思います。あ、ゆかちゃん、なんかゆかちゃんに何でも聞いちゃうんですよね。うん、宮城メンバーの相関図、いやなんか前が作ってた気がします。宮城の相関図、なんかスクショみたいなのを見た気がしたような、してないような、わかんない。ゆかちゃんの配信10分だけ見てました。うん、こんばんは。あ、全員私のこと好きってやつか。はじめまして、大志田と言います。レノンが人気そう。確かにレノンはみんな人気です。あ、全部まいちゃんの方向に矢印向いてるやつかな。え、オーディション以来ですって、ありがとうございます。あ、まいちゃんは私たちじゃなくて兵庫県が好きってやつか。あー、なるほど。新しいの作ってって言っときますね。うん、嬉しいです、ありがとうございます。手持ち配信、ある意味手持ち配信です。みつきちゃんはゆうかち推し。いや、私はみんなのこと好きです。みつきちゃん推しになってください。うん、あ、でも滝脇さんとはトリプルデートの時も、彦の湯2022の時も、一緒にお写真撮ってくださって、もう本当に嬉しかったです。あとシネマで滝脇さんとなんか5秒間ぐらいこう対面で見つめ合うところがあるんですけど、もうなんか翔子さんとトリプルデートじゃない、シネマで対面で見つめ合うところがあるんですけど、もうなんか、ドキドキしちゃいました。嬉しくて。家では私です。うん、エアコン来てないです。あ、トリプルデート、2番の A メロ、わー、なんかおばさんとおじさんが真ん中に入れてくださって、なんかそれもドキドキしちゃって顔が緊張してました。こんばんは、こんばんは。目がしばしば。あ、見逃し配信明日なんですね。ぜひぜひどうぞ。あ、おぎさんにほっぺにチューされてしまいました。もうなんかいつも、そんな、なんか急に下の名前でお呼びしたらなんかってなんないですか。大丈夫かな。嬉しかったです。
や、イコラミさんもノエミさんも皆さん苗字とさんで呼ばせていただいております。ニアジョイ吹きありがとうございます。あ、タコありがとうございます。いやー、ちょっと緊張しちゃいますね。いつか挑戦してみます。いつか。いやー、ちょっとそりゃハードルが高いですね。あ、ステージからの景色、うわ、なんか私もなんかライブに参戦してる時とかはこうペンライトを波のように振ってる時があったんですけど、なんかペンライトを波に振ってる時のステージ側からの景色が感動しました。あ、こんな風に見えるんだと思って。再現も綺麗ですね。波でした。ウェーブ。ペンライトの色はまだ決まってないです。全員決まってないと思います。なんかでもその曲によってペンライトをこう変えたりとかあるじゃないですか。なんかいつもペンライトをこう早くしなきゃと思ってカチカチカチってやってると、なんかその色にしたい色を通り越してしまって、もう一回もう一周しなきゃいけないのがめっちゃ恥ずかしかったです。なんか波っていうか、なんかちょっと振ってるんじゃなくてこうウェイウェイっていくやつです。あるあるですよね。ほんとに恥ずかしくて、なんかもう服でこう隠してってやってました。トレンドしなきゃいけなくて、そう、大体2周しますね。あ、そうなんです。それでなんか見逃しちゃったりして、あーってなっちゃいます。色通過しちゃいますね。あー、なんか確かにターコイズと青とか分かんなくて、はい、ってなっちゃいました。迷子になっちゃいます。お得ある。あー、水色とエメラルドグリーンも分かんないですね。タオルも回しました。あー、そうなんです。あー、電池なくなると色変わりますね。あー、そうなんです。なんか周りの方が例えば赤だったら一人だけなんか緑とかだとやばい焦るってなっちゃいます。ペンライト2本持ちでやってました。どれが合ってるか分かんなくなっちゃう。髪色、特にくれ黒でいいですね。なんかわかんないです。急に変えたくなって急になんか染めたりしてるかもしれないです。本当に気分屋なんですよね。ある日急に髪を切り出したりとかありました、過去。あー、なんか達人いますね、よく。さっきまで青だったのに急に赤やんみたいな。ある日金髪あるかもしれないですし、ないかもしれないです。髪飾り何もつけてないです。ねえ、びっくりして、前髪自分で切ったんですけどちょっと短く切りすぎちゃいました。私も黒以外想像つかないです。
陸上部の時は、いや髪長かったですね。で、そう切りすぎちゃいました。へえ、なんか外国の方がごめんなさい読めなかったです。はじめましてってなんて言うんだろう、はじめましてってなんて言うんだろう、ザ・ファーストタイム、わかんない、ファーストタイム、わかんないです。ヘアアイロンしてますよ。ドイツから、あ、ジャーマン、ありがとうございます。ドイツ語わかんないよ、わかんないです。ナイスミーというか、あ、ナイスミーというか、あ、なるほどなるほどなるほど、あ、グーテンタークって言うんですか、どういう意味ですか。ナイスミーツユー、困ったら英語、英語、英語もナイスとミーって出てこなかったです。ごきげんよう。かっこいい。なんだっけ。あ、ナイスとミーってできてる。ナイスとミーチューチューって言うんですよね。ん？ガッティ？ハート作っておけば。え、でもなんかハンドサインとか結構違うって言いません？ハートってハンドサインじゃないのかな？違うか、わかんない。ハンドサインってなんだろう、ハートってハンドサインですか。ナイスミートゥートゥーラブ&ピース、英語の教科書みたい。すごいすごい、なんかなんかですね、私のお話し会結構グローバルな方、グローバルで、この前は中国の方とちょっとなんか聞けなかったんですけど、なんかどこかの国の方が来てらっしゃって、なんかもう本当に中国語勉強しなきゃって思いましたね。でも優香ちゃんが韓国語ちょっとだけ知ってるので、あのたまに韓国語を聞いたりします。うん、グローバルですね。どこかの国、 なんだろう、なんか聞けなかったので、そのお時間があれで、でもなんかお名前的になんかその日本の方ではなくて、そのあのいつかまた来てくださったら行きます、聞きます。うん、リア充で英語できるメンバー誰だろう。コナーとかできるのかな、わかんないです。なんとなくできそう。あ、本当ですか。1時間経ちましたか。で、そろそろ終わりたいと思います。コナーちゃんはどんなキャラだろう。最年少っぽいところもありますけど、大人っぽいですね。うん、ももかちゃんかな。ももか得意なんですか。へえ、何がだっけ、韓国語、英語か、英語かな。ゆかちゃん来てくれました、ありがとうございました。ゆかちゃん、はい、ごめんなさい、なんかちょっと本当にリンガライトを買ったらちゃんと配信をしたいと思います。ちゃんとまともな、私は何キャラでもないです。まともな配信をしたいと思います。リンガライトを買ったら、はい、すみません、なんかお騒がせしてしまいました。ありがとうございます。今日何曜日だっけ、水曜日か。リングライトキャラ、嫌だ嫌だ嫌です、嫌です、嫌です。リングライトキャラやめるために
第一優先はリングライトで、第二優先がエアコンで、その次にイヤホンです。はい、イヤホンはいつ買うのか分かんないですけど、まあ気長にお待ちいただければ嬉しいです。ありがとうございました。あ、第一優先エアコンエアコンはそうですね、エアコンイヤホンの優先度一番低いです。はい、ありがとうございます。私なんかの体調気にしてくださって、皆さんも熱中症気をつけてくださいね。うん、エアコンなしでもきっと耐えられます私。はい、ありがとうございました。なんかまたいつかは、あ、そうです、今日告知をし忘れてしまったんですけど、来てくださってありがとうございました。またいつかやると思うので、ぜひ来てください。おやすみなさい。ありがとうございました。